ニューヨーク株式市場でダウ平均株価が一時1000ドル以上値を下げました。13日の株式市場ではアメリカのインフレが再び強まる懸念が広がり、金融引き締めの加速や企業収益の悪化を予想して売りが強まりました。終値は先週末より876ドル低い3万516ドル74セントで取引を終え、今年の最安値を更新しました。